僕は一応そのミニマルミュージックとい こうパターン化した音楽ですね、それを繰り返す音楽のをベースに作曲を今やってるんですが、例えばそういうそれの現代に現代の音楽といいますかね、そういうのがなかなか日本では演奏される機会がすごく少ないの でそれをこう一番こう最先端の音楽をこう演奏する場所、それを日本で作ろうと。日本のこう作曲界とかっていうのは基本的にヨーロッパのいわゆる伝統的な流れの現代音楽をやってきたわけです。ですからこう、シェーンベルク、ベルク、ウェーベルン、特にウェーベルン以降のその天描主義といいますかね、そういうスタイルのそのセリーというある種こう12の音を組み替えたところ、それからこう現代に来る流れ、そのリゲティとかクセナキスとかそういう流れを組んだ音楽は比較的演奏されるんですね。ところがミニマル系の音楽っていうのはアメリカで生まれて、それでなかなかこういう音楽っていうのはある時期演奏されたんですが、最近はほとんど演奏されなくなった。で現実そのミニマルミュージックっていうのは純粋にやってたのは本当に初期の、フィリップ・グラスさんとか、スティーブ・ライヒさんとかね、そういう4人ぐらいなんで、それ以降の人はみんなその手法をベースに新たな音楽を書いてきている。これがなかなかやられない。なので、自分も今そのスタイルをとっている、そういう音楽をこう中心に紹介しようと、そういうふうに思ってます。知的な好奇心、それをこう満足させるコンサートっていうのは比較的少ないんですね。難しすぎてなんかうーってこう頭抱えて出てっちゃうようなものが多くなってしまう。ところがミニマルミュージックをベースにしたものには基本的にはある種ハーモニーもありリズムもあり、そういう意味ではこう実は観客お客さんとの垣根は比較的少ないといいますか、こうとっつきやすい部分があると思うんですね。で僕のいつも思ってることなんですが、音楽にはまあいい音楽と悪い音楽、面白いのと面白くないのと、これしかないと。そういう意味で言うと、その最先端であろうときちんとしたいい音楽で、それって何かきちんとした内容があるものを届ければきっと通じるんじゃないかと、そういう思いでまあ選んできてて、そのところで今お客さんがついてきてくれてると思います。非常に論理的で、しかもなんかそのエモーショナルもあり、大変優れたそのなんていうんですかね、作曲のやってるレベルといいますか、それがもうものすごく高くて、僕が今一番尊敬しているというか、彼のやってる音楽のスタイルが最先端だと僕は思ってるんで、彼から学んでることもすごく多いですしね。でなおかつその、自分が今やってるスタイルっていうのはこうあまりたくさん和音を多用しない、構造自体をできるだけシンプルにすると、そういう方法をとってるんですが、そういう点でもすごく共通項があるというふうに思ってます。今回ランさんとやることでこう一番今コンテンポラリーなものを出せるんじゃないかと、そう思ってお願いしたわけです。インクリースはね、多分約、フル一貫編成って言いますかね、ちょうどミュージックフィーチャーのサイズの演奏者がこう各楽器が1本ずつの、17、8人編成の曲なんですね。でそれがうちがやってるそのミュージックフィーチャーフィーチャーオーケストラっていうサイズと非常に合ってて、で内容も大変綺麗で、しかも後半エネルギッシュで、
でこの曲をやりたいねっていうのはランさんと相談したら、あ、ぜひやってほしいということでこれを選んだわけですね。2018年度の自分のスタイルを前面に出すことにして、1曲は、その、フィリップ・グラスさんの2ページスっていう、これはもう本当にミニマルミュージックの何て言うんですかね、バイブルのような、もう誰でもミニマル系のことに興味がある人誰でも知ってる古典中の古典の作品なんですね。でずっとあのソドレミソドレミファソドレミファってずっと繰り返で、だんだん音が増えて減っていく曲なんですが、これをあの自分が今やってるスタイルにとても近いので、自分のやり方でディーコンポーズしました。この曲とそれからやはりその全く同じスタイルをとっている、去年1回バンドネオンでミュージックフィーチャーで、発表した曲、それをこう完全に今度はチェロに置き換えて、でかなり直しまして、だから海底初演ということになりますかね。それでブラックファイアーワークスというこの2曲で臨みます。で、この2曲の特徴は、シングルトラックミュージックって今自分が撮ってるスタイルで書いているんですね。で、シングルトラックというのが、鉄道でいう単線っていう意味。だから一本の線なんですね。完全に和音も何もなく、その最初から最後まで基本的に単音のメロディーで作られている。それはなぜかというと、ハーモニーっていうのはどうしてもあのエモーショナルになる。どうしてもこう和音をくっつけてるともうこう情感豊かにはなる。音楽は豊かにするんだが、論理的な構成がすごく弱くなるっていうか、今の段階の僕にはちょっと過剰に感じるんですね。それで外している。そういう意味で言うと、多面的な自分を見てもらうんではなくて、2018年度の自分を見てくれると、そういう感じの2曲の提出になります。去年その東日本大震災で被害を受けた、あのちょっと家を失った子どもたちの、そういう人たちのある種こう特別授業をやったんですよ。その時にその家を流されちゃった子どもが、そこはあの詩を書いて、みんなで曲を作る、詩を作って、で夏の思い出というのを、印象に残ったものを書いてくれって言って黒板に書き出したら、黒い花火っていう子が書いたのがあるんですね。これはどういう意味ってその子に聞いたんだけれども、その子が言ったのは、白い花火、いわゆる普通の花火ですね、白い花火の後に黒い花火が上がって火を消してるんですというわけです。つまり彼は花火って自然にこう上がって消えていくんではなくて、その後に黒い花火が上がってそれを消してるんだと言ってるわけです。であるいは結構精神的な問題かもしれません。何かね、彼はもう革新的に黒い花火が上がってるっていうわけですね。その時に僕にとってはこう生と死の境、それを見た気がしたんですね。彼の話の中に非常にまだ中学生でこう若いのに、多分その体験をなんかした時にある種のやっぱりそういう、これは想像でしかないですけれども、生と死の境を見たんじゃない、何かその時の印象がその黒い花火という言葉に収録された、要するにブラックファイアーワークスですよね。なんかね、その時にその言葉を聞いててずっとその言葉が引っかかって、それで新曲を書くっていう時に、何かその人間が生きるっていうのと死後の世界、そこのこの境みたいなことを表現したい、
去年はそれをバンドネオンでやったんですけども、今年はねそれをマヤ・バイザーさんというすごいチェリスト、もうこれは大変世界的に人気があって、ソロコンサートも世界中でこう開催されています。多重録音したチェロ何台かのテープと本人、それから映像、これは当然クリエイターがいて作っているというソロコンサートを中心にたくさんの活動をされている人です。で、デビッド・ラングさんたちが始めたバング音楽キャンという、もうこれ老舗の現代音楽を演奏する、現代の音楽を演奏するグループなんですが、そこの初期のメンバーでもあるんですね。ですから現代のものもとてもこう弾くのは上手な方だし、で非常にその独特の世界観を持ってるんですね。チェロはやっぱりある種非常にこうダイナミックな楽器なんですね。でそのダイナミックさが去年のバンドネオンとは全く違う世界で、ある種別物になっていくような、そういう印象があるので、それをチェロでできると本当にいいなと思ってます。構成する、全体をする、単に繰り返するだけだったら思いつきで誰でもできます。だがそれを楽曲5分10分から30分の曲にするとなると、そこには徹底した論理的なシステムを導入しないと難しい。でそれをある意味では思想と言ってる、まあ、考え方ですよね。でそれがないと単なるファッションになってしまう。ラングさんもそうですけどね、ミニマルやってる人ってやっぱりある種の決意がすごいあります、うん、本当にやってる人はね。つまり誰でも使えそうな題材を扱いながら、それを一つの楽曲に仕上げていくわけですから、それは不協和音だ特殊和音だってこうバーッと羅列していく、いわゆる普通の現代音楽よりはよっぽど逆に様にならないんですよ、うん、僕はその現代音楽、ヨーロッパから来て今多くの人がこう作曲家がやっている不協和音のあるいは特殊奏法をいっぱい使ったもの、これは現代音楽と命名しています。ですがこういうラングさんとか僕がやっているスタイル、こういうのを今現代の音楽って言っています。完全に分けて考えてて、ミュージックフィーチャーでは現代の音楽しかやらない。11月11日にそのカーネギーのザンケルホールでやるんですね。でこれ僕のそういう現代の曲っていうのは海外でやったこと一度もないんですね。ですからそれだけでもドキドキするんですが、実はその前に1週間前に11月の2日3日って今ジブリのフィルムを作ったフィルムコンサートを全世界でやってるんですが、それが11月の2日3日、同じくカーネギーの大ホールでやるんですよ。いわゆるエンターテイメントの方の大オーケストラのコンサートと、こういう現代の音楽のコンサートを1週間間隔で一挙にやるということで、でニューヨークでそういうエンターテイメントのコンサートをやるのも初めてなんですね。だからね、とんでもなく大きいのをボンボンとやるんで、どうなるのかなと思って、もう非常に緊張してます。ある種高齢化してくれるとすごく嬉しいですけどね。まあ今年がうまくいったらという